トムはメアリーのことが心配なんだって。クッキーをありがとね。トムね、退学処分になるんじゃないかってビクビクしてたのよ。フランス語、あまり得意じゃないんでしょう。 トムが僕のこと嫌いなのは知ってるけど気にしてないよ。警察を呼ばなきゃ。トムがケーキの最後の一切れをくれたの。家の中には誰もいないよ。食べ物がいっぱいあるよ。 トムなら通訳として働いてるよ。チーズはもうないよ。トムって同時通訳になりたがってるんだ。孫はいないよ。トムが嘘ついてるの知ってる。 犬は壁には登れないよ。あのリンゴ、本当に美味しかったです。トムが泣いてるところを見ちゃった。お前も成人君子じゃないだろう。